リチャード・バート・ランド・スペンサーはアメリカ合衆国の白人市上主義者である。白人ナショナリズムのシンクタンク国家政策研究所の所長で出版会社アシントンサミット出版社の社長。スペンサーは白人優位主義者という言葉を拒否しており、自分自身をアイデンティティ主義者と規定している。彼は追い出された白人種のための白人国家を提唱し、ヨーロッパ文化の 脱構築を止めるために平和的な民族浄化を要求している。スペンサーらは彼がオルタナウヨクという言葉を生み出したと語っている。彼はそれを白人のアイデンティティについての運動とみなしている。ブライトバートニュースはスペンサーのウェブサイト alternativeright.com を正しい権利の考えの中心と説明している。 彼はナチスのプロパガンダを繰り返し引用してユダヤ人を批判し、いくつかの機会でアドルフ・ヒトラーを非難することを拒否した。しかし彼は自身がネオナチであることは否定している。スペンサーと彼の組織は2016年アメリカ合衆国大統領選挙の間、著名なメディアの注目を集めた。彼はドナルド・トランプの当選が決まるとトランプ万歳、人民万歳、 勝利万歳。と叫び、彼の支持者はそれに、ナチス式敬礼で答えた。スペンサーは、ナチス式敬礼が、皮肉と盛り上がりの精神で行われたとして、彼らの行動を擁護していた。トランプは当選後、これらに対し、彼らを非難する。否定し、非難すると語った。2017年1月20日、トランプ大統領就任式の平反 トランプデモ参加者に襲撃され暴行を受けた動画が波紋を起こした。8月11日と12日、バージニア州シャーロッツビルで大規模な白人市場主義者の集会ユナイトザ、ライトラリーに関与。抗議者の中に車両が突っ込み、1名の死者と10、数人が負傷した。10月20日、フロリダ大学で演説会を開催したが、 数百人規模の猛烈な抗議によって、抗談を余儀なくされた。2017年夏に録画されたと見られる映像の中で、スペンサー氏は、抗議デモの参加者1名が死亡したシャーロビルの、極連合集会ユナイト・ザ・ライトに言及しながら、人種や民族を侮辱する言葉を叫んでいた。2019年11月4日、極めて人種差別的な音声が、 マイロ・ヤノプルスの YouTube において公開された。オルトライトは2020年大統領選挙でトランプ氏と決別すべきだと主張し、反トランプに転じた現在は公に民主党のジョー・バイデンを支持している。2020大統領選に向けては、アイプラン e ボー r b バイデン &A ストレートデモクラティックチケットスペンサートウィーティドオンサンデー。 It's not based on a アッコセラーシャネザム or any s i n g l ザッ i k e that, the liberals are ト clearly more competent people. 私はバイデンに票を入れるし、民主党に投票する。これは、加速主義に基づくものでない。民主党はより有能な人々だからだ。とツイートもし、公にバイデンと民主党の支持を表明している。2010年、スペンサーは、モンタナ州、ホワイトフィッシュに移った。 彼はホワイトフィッシュとバージニア州アーリントンで実感を過ごしたがホワイトフィッシュに10年以上住んでいたためそこを故郷とみなしている彼はロシア系アメリカ人の妻ニナクルプリアノアと別居している二人は2016年10月に別居したスペンサーは無神論者である彼はまた自分自身を文化的なキリスト教徒と,と表現している日本のアニメに対する 好意的な発言で知られており、2016年1月20日に日本のアニメ、またアニメポルノでさえヨーロッパの文明を発展させるために共和党よりも多くのことを行ってきたと述べている。ありがとうございます。